陽家小演技は、北宋の陽一族の活躍と悲劇を描いた、中国秋代の孔子小説の総称。単に、陽家小とも呼ばれる。中国の河北省など北方地域には、陽一族にまつわる伝説が民間孤児として多数伝わっている。北間が降ると、宋に基準し、没後は、陽霊公と呼ばれた、流慶行改め陽行の、 両との戦いで活躍し悲劇的な最後を遂げた名称の生涯がやがて陽一族の物語へと拡大されて陽家小演儀と呼ばれる孔子小説にまで成長した。陽行の名称としての人気とその悲劇的最後への同情がその素地であったとされる。陽家小演儀の現存する漢本としては二系統の半本がある。それは 北宋市伝と陽気不伝という長編小説であるが、多く版を重ね広く人気を博してきたのは前者である。北宋市伝は、南宋市伝と合国されて、南北両宋市伝と呼ばれている。漢本はいくつかあるが、個体を止めているとされるのは次の名漢本である。後者、陽気不伝は、日本には名漢本はないが、中国国家図書館、北京大学図書館、 台湾中央図書館、米国国会図書館に収蔵されている。著者不明であるが、文人キブリリンの光悦のため文字は、北総市伝よりもやや天下と評されている。また、陽気府伝にある、妖文広の南方征伐のエピソードが、北総市伝には影も形もないなど、古来どちらが先行か等の議論がされており、現在も、その研究は継続されている。物語は、 そが、北漢を攻めるところから始まる。この時、北漢の武将であった、何慶業、最派ならは大空を散々苦戦させる。しかし、結局は、北漢は宋に敗北する。何慶業も宋に降るが、この時大宋により、陽の生を賜るとともに、英、武帝、龍、次元とつながる、次の字を削除し、以後は、陽行と名乗ることになる。北の武将として、 宋将を散座苦しめたことが、後々まで尾を引くことになり、陽家軍は、今一つ、宋進村の信頼を得ることができない。ことに、藩一見などは、再犯なにや傷を負わさせられたことで、陽家軍を恨み、たびたび対立する。宋に振った後、陽行は息子らと共に両と戦うことになる。激戦の末、息子の大老二郎三郎は戦死、四郎は両の捕虜となり、 五郎は行方不明になる。それでも、養業は戦い続けるが、養家軍を恨むそう進む、藩見らの関係により、称賛のない七地に追い込まれる。そして、援軍を求めてきた七郎は、藩見により殺害される。ついに力尽きた養業は自決し、養家軍も敗北する。養業の死により、生き残った六郎、縁に明が、養家軍の当主となる。 この世の武分を投手として、両と戦う部分が、両家小演技の4分の3ほどを占めており、強撃などで取り上げられる場面にもこの部分のストーリーが多く、面白い話が多い。投手となった六郎は、両行の最後を知り、小園さんの勧めもあって朝廷に、半瞳の裏切りを訴えることにする。しかし、大操の長期に、半ン・の娘がいたので、 朝廷は処罰を見送った。そこで、六郎は、陽家軍に協力的な八王、蝶徳宝らと、半人見を殺害する。その後、大層に指揮が近づくと八王と七王、蝶久士との間で、後継者をめぐるいざこざがあったが、八王が辞退したことで七王が即位、新州皇帝となる。大層の法御を知った寮は、再び、僧との間の戦闘を開始する。 渋っていた、六郎も母親に叱妬され、妹の八娘、旧妹を率いて出陣する。見事に、寮を撃退した六郎は、か山の巡部に任命される。認知に向かう途中、竹勝、毛寮、小三らの三族を配下に入れ、妖家軍はその戦力を増強する。毛寮が単身で、寮に乗り込み、妖行の遺骨と寮の将校の名馬を盗んで帰ってくると、再び、 僧と領との戦争が始まる。今は僧となっていた五郎や毛寮、小三、妹たちの活躍もあって、再び六郎ら養家軍は対象を治める。しかし、戦争では叶わない寮は、僧に派遣しておいたスパイである王金を通じ、政治的に養家軍の抹殺を企む。果たして、王金は冥心に働きかけ、無姉夫の取り壊しを創上させる。 これに怒り狂った陽家軍の正さんは、無姉夫の取り壊しを企んだ盟信の一族を皆殺しにする。当然、正さんのみならず、六郎にも罪は及び、王金の残言もあって、六郎に死刑が宣告される。なんとか八王、古縁三らによって、命を救われた六郎は、自身は死んだことにして無姉夫に引きこもる。竹勝、毛領はもともと、 陽家軍の士兵のようなものだったので、六郎の死を聞くと山賊になり、流罪に処せられていた、正三も脱走した。思惑通り、六郎の抹殺に成功したと聞いた寮は、再度進軍を開始する。これに対し、陽家軍がいない層は、散々に打ち破られる。ついに、六郎は八王の救援依頼を受けると、かつての部下である、岡正る、王寮、翔さらと合流し、 またも、寮を打ち破り外戦する。再び、宗と寮との戦争が始まるのであるが、ここからは八戦である。寮道品が寮に、干渉理が宗について徐々に、高等無形な展開になってゆく。寮道品のシータの七十に座天文人がどうしても、破れない。ここで五郎が言うには、陣を破るには、交流木で作った斧が必要だというので、六郎の息子、洋高志保は、 交流僕を求めて企画祭に向かう。しかし、総多持は企画祭で山賊の娘、僕カツラと戦闘になり敗北してしまう。総多持を打ち破った僕カツラは、総多持を気に入り、私と結婚するなら助けてやると脅迫し、総多持はこれを承諾する。総多持の父である六郎はこれを聞いて怒り狂うが、やはり僕カツラに敗北し、 しぶしぶ結婚を認める。こうして、僕桂ツへの加入により、戦力を増した陽家軍は、反撃に移り、七十二座天文人を撃破する。その後、外からは、陽家軍が、内部からは、長年捕虜となっており、奇疫という偽名を使って、将校の娘婿となっていた四が拡乱し、ついに、将校は自決して果てる。王金も処罰を受け、 一応の大断円を迎える。しかし、寮を倒した後、毛寮、翔さんが相次いで不幸な死に方をし、これを聞いた六郎は、失意のあまり病にかかり死亡する。また、陽家群に好意的だった八王も風邪をこじらせ死亡する。史実では、この時期、僧は、千円の命という屈辱的な講和条件を飲まされており、全く史実に反する展開になっている。 両との戦いから数十年が経過し、今や養家軍の当首となった、養高志保も、すでに白髪の老人となっている。その頃、南蛮では死者としが反乱を起こし、適性が派遣されるが破れて帰ってくる。そこで、僧は、養家軍の養高志保とその息子、養文広を南蛮征伐に派遣する。最初は順調であったが、思いのほか養家軍は苦戦すると、堤将の進言で、 陽家の女将軍が援軍に駆けつける。こうしてやってきた、文広の姉、千娘の戦術の活躍もあって、ついに、陽家軍は南蛮平定に成功する。史実においては和久都市高野を起こした反乱は、適正により平定されている。なお、陽家小演儀において、後々も適正は、陽家軍に敵対する役割を与えられている。ある日、 人相が当学に送った死者が、女三族、徒月栄らに襲われ、貢ぎ物が奪われるという事件が起きた。これに対して、陽家軍が派遣されるが、途中で、陽文みひは、徒月栄の義骸である、桃金十とめと戦って敗北、桃金十とめに、私と結婚しなければ殺すと脅迫され、これを承諾する。さらに、文みは、桃金十とめより十倍強いと言われる。 と月影とも結婚させられてしまう。だが、山賊が蜜着物を返したので一応の一件落着ということで、文広は蜜着物を収めに、東学に向かう。その後、文広は、燕野草で、アワビヒウンとその父親の妨害を受け、武術では負けなかったものの逃げる、アワビヒウンを追いかける途中に落馬して、捕虜になってしまう。これまた、同じようなパターンで文広は、 放棄ンとも結婚する。帰還後、文広は、父の総たもつが病で死亡したので、後を継ぎ陽家軍の当主となる。もともと、文広は、人相の娘と婚約していたのに、何時の間にか三人もの娘と結婚しているのは、どういうことかと問題になるが、義からが事情を説明することで場を収める。しかし、適正らの度重なる残言に嫌気がさした文広は、 友人の義家と共に鶴に変身して、宮廷を去る。このあたりは、史実はどうという検証をするのがバカバカしいほど、高等無形の展開になり、また敵味方ともに、妖術の使用が目立つ。イメージ的に、水戸伝の終盤に近いと思われる。真相皇帝の知性、宮廷を去ったと見せかけて、文広は40年も無念で、引きこもりの生活を送っていた。その頃、 聖火、白木の王である利光剤が無本を起こした。敵将に身長が2畳、8本の腕を持つという長、宝国、通称八肘器王が強すぎて、総将は歯が立たない。そこで、楊文博とその息子たちが戦いに向かう。八肘器王の強さは、規格外で、文博の息子、構正や、体力もかなわない。文も、分身の術などを使い戦うが、 それでも八肘器用を打ち負かすことはできない。ついに、妖家軍から陽戦娘、万道春その他12人の家父が援軍に駆けつけた。千娘は文広を救い出すと八肘器用を打ち負かし、利口罪と共に処刑する。外戦した陽家軍は、これまた繰り返されたパターンであるが、陽家軍を妬む粘信の残限に辟易させられる。文広自身はそれでもそうに、 忠精神を持っていたが、息子の海玉らはすでに、総事態に対し、嫌気がさしていた。そこで、海玉らは、粘神の代表格である、長主ゲルの一族を皆殺しにすると、太閤山に引きこもり、以後は二度と総に力を貸さないと宣言する。これは、あくまで範囲のない老霊の文み広には秘密裏に行い、振動の少ない車で運ばされた文み広は、ついに自分が、 太鼓山にいるとは知らずに展示を全うする。中国では、狂撃やテレビドラマで定番演目となっており、老人から子供まで幅広く知られている。ありがとうございます。